ルーサー・バンドロス、ルーサー・バンドロス、ルーテル・バンドロス、1951年4月20日から2005年7月1日は、アメリカ合衆国の R&B 歌手である。バックアップボーカルでの活動が評判となり、ゲストとして、チェンジ等のアルバムの一部でメインボーカルを担当し、1976年にソロデビューにたどり着いた。1980年代の、いわゆるブラコン。 ブラックコンテンポラリーの第一人者の一人あり、歌手としてだけではなく、サウンドクリエイターとしても知られる。2003年の嘘中に倒れ、その後、復帰したものの2005年に亡くなった。54歳だった。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第54位、ルーサー・バンドロスこと本名、ルーテル・ロンゾニ・バンドロスは、 アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンで四人兄弟の二人目の子供として生まれた。マンハッタンのロワー,ーイーストサイドにあるアルフレッド・イースミス知事ハウスで幼少期を過ごし三歳からピアノの演奏を始めた。十三歳の時家族とブロンクスクへ引っ越したルーサー・バンドロスの姉であるパトリシア・バンドロスはボーカルグループのクレスツに所属していた1958年には 楽曲ビルボードホット100で2位となるヒット曲16キャンドルズを出している。バンドロスが8歳の時父親が病死した。バンドロスは高校生グループシーズロー・ジェイドのメンバーとして一度ハーレムのアポロシアターでも演奏した。バンドロスはシアターワークショップにも所属してシングルオンリー・ラブ・キャンメイク・エイ・ベター・ワールドとリッスン・マイ・ブラザーを発表し、 1969年11月のセサミストリートに出演した。バンドロスが次のヒットにクレジットされるのは1972年のロバータ・フラックのアルバムである。また、パティラベルファイクラブの創設者でもある。テロアス・ホールの1973年のアルバムで、バンドロスは自身が書いた曲、フーズがナメークイット・イージーやォーミーを歌っている。他に楽曲、 インディスロンディ・アワーも提供している。デビッド・ボーイと共作した楽曲、ファスシネーションは、1974年9月に発表されたボーイのアルバム、ギャング・アメリンズに収録され、バンドロスもバックボーカルとして参加している。バンドロスが書いた曲、エブリバディ・リジョイスは、1975年のブロードウェイミュージカル、ザ・ウィズと、その映画化、ウィズで聴くことができる。 バンドロスは、ダイアナ・ロス、ロバータ・フラック、ゲイリー・グリッター、カーリー・サイモン、チャカ・カーン、トット・ラングレンのユートピア、ドナ・サマー、ベッド・ミドラー、シック、バーブ・ナ・ストライ・サンド、デビッド・ボイラのバック・ボーのバック・ボーイらのバック・ボーカルを務めた。70年代後半、バンドロスは5人組グループであるルーサーのメンバーとして、コティリアン・レコーズと契約し、比較的成功したシングル、イッツ、 Good for the Soul, Funky Music, The Second Time Around と、アルバム、ルーペル、1976年、This, Close to You, 1977年を発表したが、アルバムは、セールスチャートに入るほどは売れなかった。コティリアンレコーズがグループとの契約を切った後、バンドロスは、アルバムの版権を買い戻した。 バンドロスは1970年代後半から1980年代前半までに立て続けにヒットシングルに貢献し、1970年代後半には人気セッションシンガーとしての地位を築いた。グレック・ダイヤモンド・ S ・バイニック・ブギというディスコバンドの曲、ホット・バタフライで、ルーサーはリードボーカルを歌った。ルーサーはソワレというバンドでも、 ユーリシーサンシャインオブマイライフのリードボーカルを歌い、ジャクソン・ブラウンやシャロン・レッドのアルバムでバックボーカルを務めた。ルーサーがリードボーカルを歌ったマスカラ・ LP というグループの曲、CU in LA は1979年に発表された。長い下積み時代が続く、ルーサー・バンドロスはフランス系イタリア人プロデューサーの ジャック・フレッド・ペトラスが生んだポップダンスアクトのチェンジに歌手として迎えられた。1980年のヒット、A l o ー、e r ホリデーとザグロー・オブ・ラブ、セルチャイングでバンドロスはボーカルを務めた。バンドロスはザグロー・オブ・ラブを気に入っていて、後の2001年にバイブマガジンから受けたインタビューでは、私がこれまで人生において歌った中で最も美しい曲と語っている。 バンドロスは、チェンジの1981年のアルバム、ミラクルズも当初は参加予定だったが、金銭面でペトラスと折り合いがつかず、参加しなかった。バンドロスのその判断は、同年のエピックレコードとの契約につながったが、ミラクルズや、ペトラスの新しいダンスアクトザビービー &Q バンドにも、バックボーカルとしては参加した。その忙しい同じ年、ソロとしては、 デビューアルバムとなる Nevertoo Much を発表した。バンドロス自身が書いた曲 Nevertoo Much は R&B チャートで1位を記録した。またバートバカラックとハルデビット作のバラード A House is not a home オリジナルはデオンネ・ワー・ v ィッ w もヒットした。この頃よりベーシストのマーカス・ミラーと共同制作するようになり、ミラーはバンドロスの数多くの作品でプロデュースを務めた。 ネバートゥーマッチはバンドロスの高校時代のクラスメイトであるナット・アダレー、ジュニアがアレンジを行った。1980年代にバンドロスは成功した R&B アルバムを発表し続けながら、1982年のシャルムというグループにゲストボーカルとして参加するなどのセッションミュージシャンとしての仕事を続けた。バンドロスの初期のアルバムのほとんどはポップチャートよりも、 R&B チャートで大きなヒットとなった。バンドロスは1980年代に2曲のビルボード R&B チャートでのナンバー1ヒットを発表していて、1986年のストップツーラブとグレゴリー・ハインズとのデュエットのゼアスのスイングベターザンラブである。バンドロスはアレサ・フランクリンのゴールドディスクであるアルバムジャンプツーイットのプロデューサーを務めた。そして、 自作となる1983年の Get It ト i g h t のプロデューサーも務めたが、期待外れに終わった。1983年には、リオン・ヌワーウィックのアルバム、How Many Times Can We Say Goodbye のプロデュースも務め、デュエットで参加したタイトル曲は、Hot 100で27位、R&B チャートで7位、アダルト・コンテンポラリで4位を記録した。1985年、 ルーサー・バンドロスは、テレビ番組、スター・サーチで、出場者のジミー・サルベミーニの才能に目をつけた。バンドロスは、サルベミーニのアルバムを制作した。アルバムが完成した直後である1986年1月12日、バンドロスの運転する車に、ジミー・サルベミーニと兄のラリーが乗っている状態で、小事故が発生した。事故により、ラリー・サルベミーニは亡くなり、 バンドロスとジミー・サルベミーには生き残った。サルベミー2家はバンドロスに対して訴訟を起こし、結果的に70万ドルをバンドロスがサルベミー2家へ支払うことで時短となった。サルベミー2のアルバム、ロールウィズ・イットは翌年発売された。1989年のコンピレーションアルバム、ザ・ベスト・オブ・ルーテル・バンドロス、ザ・ベスト・オブ・ラブに収録されたバラード、ヒア・ナウは ビルボードポップチャートで初めてのトップ10ヒットとなり最高6位まで上昇した。そして第33回グラミー賞で最優秀男性 R&B 歌唱賞を受賞し初めてのグラミー賞受賞となった。1990年代に発表したアルバムたちは立て続けに成功した。まず1991年に発表したアルバムパワーオブラブは ポップチャートでトップ10ヒットを2曲生み出し、パワーオブラブ、ラブパワーが第34回グラミー賞で最優秀男性 R&B 楽曲賞を受賞した。1992年の映画、モーマネーで使われたジャネット・ジャクソンとのデュエット曲、ズベストシングスインライフ・アフリーは、ポップチャートでトップ10ヒットとなった。1993年には、ロバート・タウンゼンドの映画、 スーパーヒーローメテオマンで殺し屋の役を演じた。11月に発売されたフランク・シナトラのアルバムでおデュエットした。1994年に発表したマライア・キャリーとのデュエット曲エンドレス・ラブ・ライオネルギッチーとダイアナ・ロスのカバーではまたトップ10ヒットとなった。なお、バンドロスは1981年から1994年までの間、 毎年 R&B チャートでトップ10ヒットを記録している。1997年には3回目のグラミー賞獲得となる第39回グラミー賞の最優秀男性 R&B 歌唱賞を You ー・ r レ Secret Love で受賞した。2回目の Greatest Hits ム l b u を1997年に発表した後エピックレコードからバージンレコードへ移り I know を発表した。 しかしセールス面では失敗に終わった。彼のオリジナルアルバムとしては唯一プラチナディスク、全米セールス100万枚以上を逃し、またビルボード R&B チャートでトップ3を逃したのも唯一出る。この1枚のみでバージンとの契約を解消。クライブ・デイビスのレーベルである J レコーズと契約し、2001年にルーテル・バンドロスを発表した。また、 マイケル・ジャクソンとも親交が深く、2001年9月10日に行われたに出演し、アッシャーと共に、マイン・ザ・ミラーを披露した。しかし、その翌日、アメリカ同時多発テロ事件が起き、それに衝撃を受けたマイケルは、チャリティーソングとしてお企画し、マライア・キャリー、セリーヌ・ディオン、ジャスティン・テンバー・レイクや、グロリア・エステファンといった大物アーティストと共に参加した。 2003年にバンドロスはアルバムダンスウィズマイファーザーを発表した。そのタイトル曲は亡き父との幼い頃にダンスした思い出がテーマになっているもので共作者のリチャード・マークスと共に第46回グラミー賞で最優秀楽曲賞を受賞した。またこの曲は同時に4回目となる最優秀男性 R&B 歌唱賞を受賞した。アルバムはビルボード200。 総合アルバムチャートで初めてとなる1位を記録した。グラミー賞で初の最優秀 R&B アルバム賞に輝き、また、ビヨンセとのデュエット T-Closer, I Get To You, d a n ハ h a ェイ a w a y and Robert Flak のカバーも最優秀 R&B デュオグループ賞を受賞した。アルバムからのセカンドシングル Sync About You は2004年のアーバンアダルト、 コンテンポラリーソングで1位に輝いた。バンドロスは糖尿病と高血圧を患っていて、それらは遺伝で引き継がれたものだった。2003年4月16日、バンドロスはマンハッタンの自宅で脳卒中にて倒れた。倒れた時はアルバムダンスウィズマイファーザーにボーカルを録音し終えたばかりだった。アルバムの制作は1989年から交流が続いている。 ポップスターのリチャード・マークスが手伝った。ダンス・ウィズ・マイ・ファーザーはバンドロスにとって最初で最後の初登場1位記録作品となった。このアルバムはアメリカ合衆国だけで300万枚売れ、タイトル曲は2004年にグラミー賞の最優秀楽曲賞を獲得した。2004年のグラミー賞ではバンドロスはビデオテープで最優秀楽曲賞の受賞コメントを話した。 僕がさよならを言う時でも永遠ではないでしょう。なぜなら僕は愛の力を信じているから。テレビ番組オプラウィンフリーショーでの例外を除くとバンドロスは二度と人前に現れることはなくなった。バンドロスは2005年7月1日にニュージャージー州のエイジソンで54歳で亡くなった。死因は心筋梗塞だった。葬儀は ニューヨーク市にて2005年7月8日に行われた。葬儀には、親友のスティービー・ワンダーをはじめ、アレサ・フランクリン、ディオンヌア・ヌ・ワーウィック、パティラベル、アッシャー、アリシア・キーズ、等、大物アーティストが参列した。2日後、ニュージャージー州のジョージ・ワシントン共同墓地に埋葬され。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。